はい、どうも、ホソピーです。さあ、この動画を見ている頃にはですね、もう気分が絶好調、盛り上がってる頃かと思うんですけれども、Apple イベント2021、9月ということでですね、今夜ですね、まあ日付が変わって、日本時間で言うとね、9月の15日に変わって、夜中の2時からスタートというところでですね、Apple のイベント開催前の最後のね、まあ動画というところで、まあこれを見てですね、今夜は盛り上がっていただきたいなと思います。まあ寝てしまう人もいるしね、オンタイムで見る人もいるでしょうけれども、まあ、最後にどんな感じの発表会になるのであろうかというところですね、まあ、今一度ですねちょっと動画でお話ししていきたいと思います。ということで本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということでですね、まあ、本日はもうね、アップルのね、イベントがもう目前に控えていると、もう数時間後には始まるというところで気分をね、盛り上げていこうぜというところで、今一度ですね、まあ、激アツなね、まあ、今回発表になるものというところで言うと、まあ、iPhone でしょうと。iPhone 13。まあ、名前もそうだけどね、13になるのか、まあ、ここへ来てね、12S になるのか、まあ、その辺はね、実際に見てみないとわからないと。まあ、最後までね、結構ね、この iPhone のネーミングっていうところに関しては定まらないところがあるというかね、大どんでん返しが最後に来る可能性もあると。まあ、ここへ来てね、もう 12S はちょっとないんじゃないのかなとかってね思ったりもするんですけれども、今夜のね Apple イベントで発表されると言われているもの、とりあえずね、まあ、可能性として一番高いものはもうこれは iPhone 13でございます。まあ、これに関してはね、散々うちのチャンネルでも取り上げてきておりますけれども、かなりね、まあ、スペック的に上がっているというところで、いろいろと期待している方も多いし、まあ、マイナーアップデートだよねっていうところでそこまで期待してない人もまあいらっしゃるというところで、まあ、直前に出したね、あのカラーの動画、まあ、あれに関してはね、なかなか良かったんですけれども、実際にねそうなるのかどうかというところで、まあ、私の中の本命ではこれ、はい、iPhone 13 Pro のマットブラック、まあ、カラーはこれがいいなというところでですね、まあ、コメント欄とかでもコメントいただいてるのを見ているとですね、マットブラックね、もう一択だよって決めている方もね、多いかなというところで、まあ、これが、まあ、本当に出るのかどうかっていうところは、まあ、今夜ね、明らかになるというところですね。で、まあ、新色でこちら、はい、ローズゴールド。まあ、これはまあね、プロモデル限定というところにはなろうかと思うんですけれども、まあ、これも新色というところでね、期待できるというところで、まあ、プロモデルを狙われる方はですね、まあ、新色、まあ、このローズゴールドか、マットブラックというところは結構人気がね、集中していくカラーになるのではないかなというところです。そして、13ミニとか13ですね、標準モデルの方、こちら。はい、これね、まあ、やりすぎやろうというところで、まあ、個人的には結構ね、この感じだとどうなのかなと、戦隊もののなんかピンクじゃないのみたいな感じがあるんですけれども、意外とですね、こういうカラーを今出してくれたら売れるんじゃないかというかね、評判がなんか良かったんで、実際に来るかどうかはね、わかんないですけれども、意外とね、これ出たらね、もう売れる可能性が結構手応え的にはあるんじゃないかなというところでね、まあこういうね、それぞれのこうカラーを楽しんでいくとか、まあスペック的なところに関してはね、今回はまあマイナーアップデートというか、もうね、素人の方がパッと見て、うわ、これはすごいなっていうような革新的なものっていう機能追加っていうのは、まああんまりね、ない可能性もあるんですけれども、まあ、細かいところで言うとね、そのプロモーションディスプレイ搭載とか、画面のね、動き、これが、まあ、従来だと 60Hz なんですけれども、その倍滑らかに動くっていう 120Hz、まあ、これなんかがね、搭載されるのかされないのかっていうところも結構ね、注目ポイントというところで、まあ、今夜の、発表会、まあ、明日ね、見る方もいらっしゃると思うんですけれども、そのプロモーションディスプレイの搭載がどうなってくるのかっていうところとか、あとは注目すべきなのは、まあ、カラーだよね。まあ、このあたりでね、どういう風になっていくのかっていうところはちょっと注目して見ていくといいんじゃないかなと思います。で、まあ、iPhone の発表は、まあ、かなりね、まあ、鉄板ちゃ鉄板と言われてるけれども、あとはまあ Apple Watch。はい、これもね、直前までね、生産上の問題があって、発売日が遅れるとかね。で、出てもロット数がすっごい少なくて、争奪戦になるっていうね、そういう情報も出つつあったんですけれども、ここ最近ちょっと前に出たやつだったかな。まあ、その生産上の問題は解決したっていう風になってたんで、まあ、Apple Watch もね、まあ、通常通り発表されて、まあ、9月の24とか、
まあその iPhone と同時に、まあ、発売になるのかっていうところが、まあ、注目ポイントというところと、あとは Apple Watch はですねデザインの刷新というところで、まあこういったですね iPhone 12シリーズのような角張ったボディに変わるんではないかというところでね、まあ、デザインと、まあ、通常通りねちゃんと発売するのかどうかというところは注目しておくとねいいのかなというところです。でまあ主にですね今回の9月の Apple イベントはこの2つが目玉商品というところでかなりのね時間をかけて、紹介されるとは思うんですけれども、あとは、まあ、AirPods というのも結構濃厚で発表されるんじゃないかって言われております。でこれに関してもねまあ、AirPods Pro が今最新であるんですけれども、 AirPods Pro ではなくってノイズキャンセリングが搭載されてない方のね AirPods の第2世代かな、これのバージョンアップということでノイキャンなしの最新バージョンっていうものが発表されるというところもまあ噂されているので、そこもちょっと注目していただきたいなというところです。でまあこの3つぐらいは結構鉄板というかかなりね高確率で発売発表になるんじゃないかっていうところなんですけれども、ここ最近の情報だとねまあ、iPad の無印これなんかも納期がねかなり遅れ出しているというところで新型が出る兆候ではないかっていうところも噂されていたんですよ。ですのでまあ iPad ちょっとね狙ってるなと、そろそろ iPad 買い替えたいなとか iPad デビューしたいなっていう人は、まあ、エントリーモデルで出る可能性があります。 iPad 第9世代としてね、でこれエントリーモデルなのでおそらく金額的にはですね、ストレージ保存容量が 32GB ぐらいから始まって、まあ、できれば64からねあるといいんですけれども、まあ、32じゃないかなと思います。で3万8000円前後4万円を切るぐらいの価格で出るっていうところがね期待できますので、それもね動向がどうなるかっていうところは着目しておいた方がいいかなというところです。とりあえずね今回のまあ Apple イベントもね9月って今回ねサムネイルでもつけてますけれども、まあ10月になったらまた10月あるし11月になったらまたあるしっていうような複数開催されるっていうところが予想されてますので、今回のね9月はそのぐらいかな。まあ iPhone と Apple Watch のね最新版が出るっていうところがまあ最も一番注目すべきところなので、それ2つ出ればね十分ちゃ十分なんですけれども、まあ来月とかね iPad mini とかねあとは MacBook とかまあそういったところも噂されているので、まあね本当に Apple イベントっていうのは、まあ、年に1回2回3回ある時もあるんだけれども、本当に注目度は高いなというところです。ではこれぐらいをまあ皆さんね出るのか出ないかっていうところと、あとはまあスペックというところと、あとまあ日本で出るからねその日本円でいくらなのっていう価格ですよ。まあここがやっぱり気になるポイントというところですかね。あと忘れちゃいけないのがね、まあ新型だけじゃないんですよ。新型だけではなくてうちの動画でもやってましたけれども、まあ予約開始日とかまあ発売日とかその辺ももちろんね注目すべきところなんですけれども、旧型の値下げの価格というところで、これがですねいくらになるのかっていうところですね。これを注目していただきたいなというところです。でちなみに今ね Apple Store ってどうなってんのかな、メンテナンスには入ってないね、入ってないね。おそらくですねもうちょっとしたらメンテナンス状態、9時ぐらいにメンテナンス状態になって、こういう感じでねリンゴマークが出てホームページのアップデートっていうのかな、まあ、新型の iPhone がもちろん乗ってくるのでそのためのね準備に入るというところでね、この動画を見終わった後に、まあ、ちょくちょく見てみてください。で、まあ、前回の動画でも出してる通りですね Apple Store 経由で予約っていうところのシミュレーションもねやるために皆さん Apple Store アプリは、まあ、必ずね取っておくといいかな。でこれが夜中の2時過ぎ、まあ、発表会が終わったところで更新になって、そこでもう新しい iPhone が並んで、で旧型の iPhone がこうラインナップが変わってくるんですよ。で金額もね、今のうちにこうスクショ撮ったりしていくら安くなってるのかとかっていうのはシミュレーションしておくといいかなと思います。私もこれ喋りながらですね後でやろうかなと思ってますけれども、実際にいくらね何がラインナップがどう変わっていくら下がってるのかっていうところはね結構ねこの後も重要になってくるポイントなので、そこはね怠りなくねチェックしておくといいかなというところです。細Bチャンネル、はい、ということでですね Apple イベント直前にですね、まあ、この動画ね撮っているんですけれども、私がね注目すべきところ思ってるところと、あとはこの iPhone とか Apple Watch とかがねどんなスペックで出てくるのか、どんなところ注目してんのかっていうところですね、まあ、ほとんどがですねリーク情報、まあ、バーッとね出してきていて、それのまあ答え合わせですよ、まあ、どうなってんのっていうところで、唯一ねその、まあ、カラーとかあとは日本円の金額、まあ、ここはね、まあ、予想が非常に難しいところだったんで、これはもう発表会見て
どうなってるのっていうところをね、確認するしかないかなというところです。で、ちなみになんですけれども、ドコモとか au、ソフトバンク、あとはまあ楽天も含めてね、そのキャリアで購入したいよっていう場合には、キャリアが価格を発表するまで少しタイムラグがあります。で、今日わかるのは Apple Store に並んだ時の SIM フリーのね、購入金額というところなので、そこはちょっと違うんですけれども、基本は、この Apple Store の価格が、おそらく端末だけ購入するというところで言うと、例年だとね、最安価格になります。で、ドコモ、au、ソフトバンクはそれぞれの金額をつけていくので、少し上がるかなと。こういう感じになってますので、キャリア購入を最初から考えている方はですね、ちょっと情報が遅れて出てくるよというところは、ご了承いただけるといいのかなというところです。ということで、この動画をね、見終わってね、テンションどんどん上がってきたなというところだと思いますので、起きれる方はね、夜中の2時からね、起きて盛り上がっていってください。私は一応ライブ配信とかね、やらない予定です。ツイッターとかでね、うわーとかなんか言うかもしれないけれども、とりあえず一応起きてみてみようかなとは思ってますけれども、一応朝一に何かしらね、ブログ記事とかで情報をねまとめられて出せればいいかなというところなので、そのあたりもちょっと注目しておいてください。ということで、アップルイベントね、ぜひね、1年に1回、数回ある時もあるけれども、1年に1回ですからね、祭りですよ。はい、今日は楽しんでいきましょう。ということで、この動画ね、役に立った、面白かったと思った方はぜひね、高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アップルイベントでお会いしましょう。さよなら、出るわけじゃないけどね。